あー、花がギリギリのガードから通常投げ、勝ったのはプラムゼンチチーム。じゃあ、ジンキスさん、森高さんチーム対、ヘキル、クイタンさんチームお願いします。はい、最初はグー、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでほい、あいこでほい。はい、じゃあ向こう側でお願いします。さあ、クイタンエルザ対ジンキツエルザ。さあ、クイが刺さらない。さあ、今度はコンボが通らない。さあ、補正切りだったのか。さあ、やはりクイが刺さらない。さあ、きっちり。さあ、2めくりに行く。さあ、そこでバーストを使って、さあ、すかしてゲランだった。これは決まっちゃう気がする。まだあったが、きっちりクイターさんの勝ち。さあ、守りたいハート。まずは昇竜が入る。さあ、きっちり対空バースを使って、落として、クイさんがしっかり取れず、あと、何それ、さっきから面白すぎるでしょこれ。さあ、勝ったのはマオリ。さあ、空中距離を取って、さあ、その後がなかなか入らない。さあ、そこはきっちり後ろに回っていたが、その後は通じない。
さあ後がないハート、バースト使って勝ったのはヘキルサモリ。じゃあ決勝やろうか。じゃあじゃんけんをお願いします。さあ決勝戦、じゃあマオリ対シャルでお願いします。さあ決勝戦、さあ画面端何もさせずにシャルが攻める。さあ固めて固めて削っていく。さあそこはガードして、そこは避けるがきっちり決まる。さあ対空から、さあここは耐えたいところではあるが崩れてしまう。裏に回っていた。さあ花のゲージが回復する前にやられると思いきや、まだあったが投げが通る。もちろんバースト刈り取って、きっちり勝ったのはプラムシャル。さあここ、うん、決勝、さて決めるのか全軸ラリーチェ。さあ総裁戦はクイタンが制して、さあ置き攻めの嵐から、さあこれバーストを使う、投げを通してきっちり決める。さあそこは、落として画面貸し、上詰め。さあ石の戸惑いが、さあ体力をスイッチ、この辺に。さあ打ち落としが通らない。あーっと一本取り返す。そしてゲージもほぼ溜まる。昇竜から長飛につなげて、もちろん追撃。
さあ、ストーリーへから、あと、あー、これは決まった。さあ、決定戦に持ち込みました。クイタンさん、さすが。